スバルスバルは7月28日から9月2日まで開催されるようこそ。湾岸夏祭りザオダイバ2018にて体感イベント、スバルフォレスターアドベンチャーを開催する。ようこそ。湾岸夏祭りザオダイバ2018は、フジテレビが主催する恒例の夏休みイベント。 フジテレビ本社やおよびを、台場、大見周辺エリアにて、人気番組コンテンツや、スポーツコンテンツ、周遊型クイズラリーなど、様々なプログラムが用意される。スバルフォレスターアドベンチャーでは、オフロードコースや、フジテレビ大階段の傾斜を使用した、クライムコースで、発売したばかりの新型フォレスターの、SUV 性能を体感できる、試乗会を実施するほか、水平対抗エンジンと、 電動技術を組み合わせた E ボクサーを搭載した新型フォレスターアドバンス9月14日発売予定を展示する。また昨年に引き続き今年もショートアニメカミトロペとタイアップを行いロペやアキラ先輩といったキャラクターたちがスバルのイベントを盛り上げる。取材に訪れたのは台風13号が関東に迫ってきているタイミング。 雨風が強くなっている状況では、